どうしたの？顔色が悪いよ。いや、別に。悩みがあるなら話してって言ったよね。実は僕も見たんだ。見たって何を？多分マサトやケンゴが見たのと同じ黒い女だと思う。また美女のせい？いい加減にしてくれない？そうだよ、私たちは何ともないんだから。だいたいヒロキはビジョンを飲んでないじゃない。誰かに飲まされたんだよ。本気で言ってるの？嘘じゃない、本当なんだ。香りの店のスープにも。そんな、ひどいよ。ちょっと、香りの店まで悪く言うつもり？でも僕が黒い女を見ているのは本当なんだ。わかったよ、もういい。ヒロキ君、待って。待ってよ。どうせ僕の言うことなんて信じてないんだろ。黒い女の話はよくわからないけど、いい加減なことを言ってるなんて思えない。だから信じるわ。ありがとう、マナミ。何があったのか聞かせてくれる？どうしたの？マサトが死ぬ前にビジョンについて話してくれたんだ。聞かせて。思考の快楽を売る代わり、黒い女に骨まで焼かれるだろう。大壺に火が焚かれる限り、地獄の炎から逃れる術はない。残された時を知りたくば、自らの爪に聞け。どういう意味なのかしら。僕はビジョンを飲んで黒い女に呪われたんだと思う。呪い？あれはこの世に悔いを残した霊みたいだった。信じてくれとは言わない。僕は一人で黒い女について調べてみるよ。その黒い女って？いや、はっきりと顔を見たわけではないし。それがわからないと調べようにも協力できないよ。ビジョンの成分が分かったらしい。アスカと一緒に話を聞いてくるよ。私も行こうか。マナミはケンゴに連絡を取ってくれ。後でまた会おう。あのビジョンって薬、成分はヘンルーダという植物だね。ヘンルーダ？最近ではヘンルーダを原料としたサプリメントがコンビニで売っているよ。じゃあ危険な成分とかはないんですか？フロクマリンという光増感作用をもたらす成分が含まれている。それじゃあ
ビジョンを飲んで幻覚を見るようなことは。ありえないね。そうなんですか。あと、この薬の名前も分かったよ。ビジョンというのは誰かが遊びでつけたんじゃないかな。この薬はね、今引き刀というんだ。けどね、その製薬会社はとっくに潰れてるんだよ。でも友達はネットで買ったって。どこに在庫があったんだろう。だったらどうして幻覚を見てしまうんだ。僕は別の角度から調べてみる。何か分かったら連絡するよ。ビジョンの成分は薬草で、幻覚を見ることはないのね。そんなのもうどうだっていいよ。見てくれよ。このまま真っ黒になるとマサトみたいに死ぬんだよ。そんなこと冗談でも言うなよ。だけどおかしいと思わない？爪の色が変わったり幻覚を見るようになったのはビジョンを飲んでからよね。そうだよ。ビジョンに問題はない。でもビジョンが全ての引き金になってる。Thank you.
夢が見たろう。ビジョンを調べてもらったが、幻覚を見ることはない。ああ、間違いない。あと、ビジョンの正式な名前は今引き島というの。原料のヘンルーダは一部では今引き草と呼ばれているらしい。今引き草って、キャンプ場から私が摘んできた。これを見ると今引き島、つまりビジョンはアミって女が開発した薬らしい。よくわからないけど、マサト君たちが見たのってアミの霊なの？いい加減にしろよ。ビジョンには殺された女の呪いが込められているとでも言いたいのか？おい、見ろよ、あの屋敷だ。こんなの見間違えるわけがない。俺たちがアミを殺したわけじゃない！なんで呪われなきゃいけないんだ！大丈夫？カオリ。うん、ちょっとめまいがしただけ。俺が車で送ろう。ヒロキもついてきてよ。分かったよ、病院に行こう。香織、どうしたの？気分が悪くなったみたいで。そう。何してたんだよ。何度も携帯に電話したんだぞ。ちょっと携帯の調子が悪くて。なんだよ、こんな時。アスカだって、最近私が電話をしても出ない時がある。そんなこと、今はどうでもいいだろ。よくない。なんだ、仲直りか。なんだ？ビジョンよ。ふざけんな。何考えてんだ。だって私がご飯作ってあげても全然食べてくれないじゃない。寂しかったのよ。すごく不安だったの。わかる？アスカ、逃げよう！どうしたんだよ！ああ、
一緒にいて、私を抱きしめて、私を捨てないで。アスカ、行くな！誰かいるんですか？よかった、気がついたのね。ヒロキ、あの事故現場で倒れちゃったのよ。倒れた？近くにいた人にお願いしてここまで連れてきてもらったの。ヒロキは疲れてるんだよ。香織、ケンゴはどうなったんだ？私ね、ヒロキに早く元気になってもらいたいんだ。何やってるんだ？元気になるにはこれがぴったりだと思うの。それって、まさか。このままだとあんまり効き目がないのよ。これを入れないとダメなんだな。僕にビジョンを飲ませたの？そうよ、私よ。お茶のペットボトルには注射器で入れておいたの。私じゃ断られるでしょ。だからマサト君に頼んだの。ご飯も簡単よ。合鍵の場所知ってたんだもん。チョコは絶対にヒロキが口にすると思ってた。そうしたら一発で当たっちゃった。私運がいいのね。スープだってバカバカしいくらいよ。わからなかった？私、厨房にいたの。パパに頼み込んでスープを作るのを手伝ったというわけ。私、大好きなヒロキにビジョンを飲んでもらいたくて仕方がなかったの。
ビジョンって男と女じゃ効果が違うんだね。黒い女を見る代わりに好きな人にビジョンを飲ませたくなるみたい。ふざけるな。そのせいで僕は巻き込まれたんだぞ。無理しない無理しない。これね、護身用だけどかなり威力あるんだから。あんまりヒロキが騒いでたから使っちゃったの。私今すごく幸せな気分。本当に嬉しいの。すっごく嬉しいの。どうしたんだよ。やめろ、やめてくれ。大丈夫だった。サークルで残っているのはもう僕たちだけだ。香りのレストランだろ。みんなに迷惑をかけるかなと思って、それで家に帰ってきちゃったの。この快楽を売る代わりって言葉覚えてる？うん、なんとなく。あの言葉の中に大壺って出てきたろ。亜美の死亡記事が載っていた新聞にその大壺らしい釜が映ってたんだ。え？もしかしたら今も大壺はあの屋敷で釜として使われているんじゃないか。あの屋敷に行ってみる。ビジョンにまつわる言葉を信じるのなら、大壺に焚かれた火さえ消せばいいんだ。待って、私も行く。何言ってるんだよ。マナミはあの呪いを知らないんだ。
人で待っていたくないの。ヒロキ君を一人にしたくない。分かったよ、一緒に行こう。何が起きても僕が絶対に守ってみせる。